突き進め、アウアレガシー、アウアフューチャー。非常に厳しい状況ではありますけど、チームの雰囲気としてはすごいみんなやってやるぞという気持ちがあるので、次の試合いい形で迎えれるんじゃないかなと思います。やっぱり個人の選手のクオリティが高いチームなので、自分たちもここで負けないことっていうのはベースとしてしっかり大事ですし、それプラスチームで戦うっていう部分がもっと大事になってくるので、自分たちはチーム力っていう形で戦っていきたいなと思います。ヘディング来ました。セットプレーから追加点、田中です。次しっかり神戸戦勝って、どんどん上に目指していけるように、たくさんの方見に来ていただけると思うので、自分たちは勝利という形で皆さんを盛り上げれるように頑張っていきたいと思います。